ヘイヨーケンツメッシです。今日はですね、ちょっと鼻声なんですよね。鼻詰まっちゃって鼻声でやっていくんですけど、なんかね、まあ鼻声の理由には訳があるんですけど、やっていこうと思います。で、今日はですね、こちらゴブジャイのスタンプ欲しくてやってたんだけど、これ一回コンティニューしたのは難しくて全然勝てなかったんですよね。めっちゃ悔しくて、で、デッキこういうなんかロイホグホグのウォールブレイカーのレイジーとか高回転でやったんだけど、どうやらあのこういう感じのデッキの方が強いらしくて、で、イサポロンさんの動画を見たらランバーとか入ってて、この上の6枚は必須みたいな感じですね。で、ロイホグがとにかく多いので、ロイホグ対策のカードも詰めつつって感じでやっていこうと思います。若干空が渋いんで、それはどうしようかなって感じであります。ということでやっていきましょう。マジ取りてんだよな。だ、皆さんもこのデッキぜひケンツメシが使っててよかったら使ってみてください。で、今回ね、この1対1ってのがね、結構まあいいっちゃいいけど、なんかダメっちゃダメみたいな感じですかね。ダークプリンス出して、コウモリ出しつつカウンターから組んでいきましょうか。基本ね、カウンターが強っぽいんで、やっぱりやっていきます。こんな感じですかね。雪玉とザップを使って上手に処理してあげます。やばい、危ねえ。こんな感じでちょっと処理しながらいきましょう。ザップ雪玉はなんか必要な感じしますよね。で、ここにゲージかけといて、ウォールブレイカーが到達すれば美味しいといった感じですね。で、鼻声の理由なんですけど岐阜に帰ってたんだよね、昨日。免許更新しないといけなくて帰ってたんですよ。で、その時に岐阜ってその田舎なんで、あれが多いの、木とか草とかが多くて森が近かったんで、めっちゃね、なんか花粉つうんかな、大自然の前に、はい、やられてしまいました。まあでも一時的なものだと思うんで、多分大丈夫だと信じたいんですけど、まあ、今後ね、そのエアコンだったりとかそういうのも使ったりするのが増えると思うんで、皆さんぜひ気をつけてください。はい、これはもうコウモリちゃんがなんかゴールインしてくれそうな顔をしてたんですけど、しなかったね。まあ、こんな感じでカウンターから入りつつ、まあ、移動速度の速いものを、いっぱい出してあげると。よし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 。なあ、ポイントはロイホグウォールブレーカー対策で、ボムタワー必須かな。で、あとは分かんないです。このね、こういう戦術もあるっぽいですね。両サイドっこいしょ。で、これ相手も9コス使ったんで、逆線のホグどうやって止めるんですかと、ロイホグもどうやって止めるんですかみたいな感じで持ってきるって感じですね。そう、なんかね、俺難しいんだよな、マジでね。なんかこういうダッシュ、その 2v2 だったらまだね、なんとかなるかもしんないんですけど、 1v1 だとどんくらいこう思い切って攻めたらいいのかっていうのがね、ちょっとあんま分かんないかなって感じでございます。で、昨日今日ね、動画1本かな、その久しぶりに地元帰ったりしてて、で、地元のね、その Wi-Fi が超弱くて、それで動画をね、その大量生産できなかったのもちょっと悲しいところですね。ちょっとね、これがね、このね、ロイホグがね、バカ強いんですよ。ボンバー入れてもこうやってたどり着く、きついわ、マジで。だから、ロイホグがちょっと投げると、刺さることも多いっすね。これが多分ね、絶対入る。ほぼ角で入る。ほぼ角でありますね、これ。どっち止めるんですかっていう。雪玉でこっちだけ処理しといてあげて、ザップとか打っとけば入るし、逆サイも入るみたいな。だからホグ、ロイホグが強いけど、2枚切っちゃうと次回ってくるカードがね、結構遅くなっちゃうんで、そこはポイントですね。吹き矢とかでまずちょっかいかけてから、プリンスとかでまずいなします。はい、で、受けれるようにだけしといてあげて、ファイアボビッチを構えて、これどうだ、1匹、あー、なるほどね。ここ打ち込めばさ、入りそうじゃね？どう？いけそうじゃね？これ。ダクプリとプリンス。
怠慢性能が強いんかな。まあ、イサポロンさんが何て言ってたかわかんないんですけど、まあ多分怠慢性能が強い。あ、てかね、ドズさんとラットとこの間コラボ撮ったんだけど、そのコラボ動画はね、どれも好評だったらしく嬉しいですね。あとこれは1本撮ればいいので、しっかりと処理できる。棒読んで絶対するべきですね。相手も差し違いを狙ってくるので、こんな感じで持っていけると。あー、なるほど。こうやってやってみると結構簡単っすね。この調子だとゴブジャイスタンプゲットできそう。プリンスとダークプリが結構強いんだな。高回転ホグフリとかも強いって聞いたんですけど、フリーズ意外といらないみたいな。本当に回転投げちゃえば、回転塚さんのレイフグとか投げちゃって、守れれば持っていけるって感じらしいっすね。このデッキが増える前に、皆さんは、サクッと取っちゃってください。ああ、クソ惜しい。惜しくもねえか。こいつっすね。もうレベル低くても関係ないですからね、マジで。やばいやばい、処理下げてる、処理下げてる。さあ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 。ザップでいい感じにやってあげて。いけ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 、こっちのレベル、オーケー。レージは強いですね、レージは。ちょっとこの間レベル低いからな、勝ちたいな。レベルでもあるんだね、これレベル差あるってなんか残酷っすよね。この手札は待とう。ロイフォグとか使って攻めた後は、絶対街から入った方が強いのは確かでございます。おいしいおいしいおいしい、いいよいいよ。オッケー。ファイブ打っちゃう、これ。うまみファイブからの、スケルトン部隊とか来るかなっていうところで、雪玉先に打っといて、オッケー。いいよいいよいいよ。もうガンガン行こう、ガンガン行こう。いや、コラボ動画楽しいっすよね。なんかやっぱりね、俺ボケたいんですよね。割とふざけたいんで、やっぱ、誰かとのコラボっていうのが一番おもろいかなと思います。ファイヤーボールはないはずなんで、これはマジで完全受けから行けば持っていけそう。今なんかルイホグが散ってったな。オッケー、これも勝ちですね。こういうアイテムを俺に全部くれ、マジで。ワンチャン、ワンチャン怖い。オーケー。よし、ゴブジャイスタンプゲットしよう。ゴブジャイスタンプマジ欲しい。このデッキいいな、このデッキいいっすね、マジで。バルーンとかね、そういうなんか寝ぼけたこと言ってる場合じゃないんで。これトークンな、一瞬出しとくか。一瞬出しといて、スパリアトークンはちょっとな、もう、救えないっすね。あと6枚出さないといけないんで、若干渋いっすね。まあ、ゴブジェイスタンプのためにはスパリアトークン捨てちゃおうかな。さあ。さあ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 。俺ね、今クララパス買ってないんで、これやり直していきないんですよね。で、最初は、相手もカード持ってると思うんで、これ守りから入った方が多分強いっすね。こんな感じで。で、レージをバーって打っていて、俺の方が早い。オッケー。いいね、いいね。おお、だいぶコツ掴んできたわ。最初にシャシャると多分負けるんで、動くときと動かんときの、これもレイフグ。レイフグ行って、ファイブ構えます。はい。ファイブ構えつつ、なんとかなりそう。よし、オッケー。オッケー、オッケー。ああ、いいね、いいね、いいね。だいぶコツ掴めたわ。全然勝てんなと思って、マジへこんでたんですけど、へこむ場合でもはなかった。で、あ、もうこんなん勝った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 。ゴレなんかでもね、絶対出しちゃダメだからみんな。これ相手も、だって、これで10個使ったよ。ランバーどう止めるんですかって話になる。もうなるほどね。でもこのコウモリどう止めるんですかってなるんで。うん、なるほど。まあ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 やりますね。いや、もうこうでしょ。待って待って待って。悲しい、やばい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 。え、マジか、ゴレ出したら止められるんだ。これはもうね、絶対こういう戦い。いけいけいけ。よし。ルイホグはマジで最強ですね。ファイボ、うん、そうだね、速攻性があるものがやっぱ必要なんで、こういうデッキは強いんじゃないかなと思いますね。どうしようかな、スパリアトークンを拾うかどうか迷いますね。その16枚あるんで、1個漏れちゃうんですよね。
まあ拾っとくか、次、ね、いつね、その新カードがあれになるか分かんないんで、拾っていきたいと思います。ファイスピ出して、まずは相手の動きを見ます。マジでね、耐えること大事ですね。これ5打っちゃいます。もう5打っちゃってレイフォグいきます。これはレイフォグって雪玉だけ構えておくか。あー、なるほどね。うわ、惜しい、届きそうだ。で、これもうウォールブレーカー目指しちゃって、このラムライダーの性能がね、こう順番にターゲットを取っていくんで、やべえな、これやばそう。ダクプリで処理しようか。ダクプリ処理のボムタワー、あー雪玉でちょっといい感じに処理して、おー、いいね、いい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 、オッケー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 、頼む、吹きは頑張れ。もうなんちゅうこっちゃ、やばい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 。こうなるときてウィザードも強いんかな。でもこれもうさ、行きたいじゃん、こうやって。こういうことで多分負けるんだよね。オッケーオッケーオッケー、よし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 、これ最強だ、これ最強戦術だ。あー、怖いね。でも相手のテクトハークなんてできないし、コグ飛ばしてアイスピつけといて、プリンスとかやっぱ強いね。これは相手も、いや、これは一旦負け、これもう負けちゃうから、この次に奇襲仕掛けてくるタイプかもしれん。ウォールブレーカーだけ出しといて、そうっすね、ザップ構えつつ、やっぱやっぱいろいろまずくね。オッケー、投げてくれた。マジで危ねえ、危ねえ危ねえ危ねえ。ファイスピア強いっすね、ファイスピア強い。いやー、まずいな、一発お前それは偉すぎ。いやー、マジこれ止まんなくね、5っても。やべ、2-2だ、これ勝たんとやばい。どうしよう、チンパン戦術してもな、これ無理じゃねえだ。どう止めん、どう止めん、どう止めん。もう無理や、助けて、みんな、もう負けた、最悪。もうこれ攻める、先に攻めてゲージ打つしかなかったか。あー、難しい、やだ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 。あと一勝したら終わります。あと一勝したら終わります。はい。難しいなぁ。マジでこういうの俺苦手なんだけど、でも勝つコツは絶対あるやつなんでね。ホグ飛ばして、まず様子見。ファルーチ飛ばす。レージで加速して逃げる。一発取ったか、これ。こうやってこれ入ったっしょ。オーケー。ルイホグ強いなぁ。守れるときは守る、攻めれるときは攻めるって感じですね。これは攻めれるので攻めましょうか。じゃあ守る、守れるので守りましょう。ファイボだって打つしかないね、こんなん。割とウィザード強いな。マジ苦手だわ、これ俺マジで。いやいや。まあでも何点この相手は勝てそうな雰囲気出てる。で、ここでルイホグ立つのはダメ。あ、これ勝ったと思ったら、絶対あれだね、次に使いたいカードはやめといて、で、ボムタワー入って切ったんで、ここが、割とチャンスではある。さあ行け。さあ行け、さあ行け、ザップと雪玉秒で構えて、インフェも切ったし、で、これ、これあれだよ。相手守れない場合は、もう嫌で、嫌でもカード回す。それだ。今になって分かった、この攻略候補。で、最後に、最後に攻略候補まとめていい？最後に攻略候補をまとめますわ。これ、取って、アプリ落とせばいいんで。最後に攻略候補をまとめるから。まず、攻めカードがある場合は飛ばす。で、飛ばしすぎは良くない。まず、様子見してから、低コス様子見はここら辺が最強なんで、様子見して、様子見しつつ、なるほどね。はい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 。
で、あれが溶けそうなんで飛ばして、これはね、もう一周回そうか、もう一周回しちゃいましょう。 OK、 入ってんなこれ。 OKOKOK、 よしよしよし。で、この時に余裕があれば、あの、いらないカード、防衛カードを全部割いた方がいいですね。で、これはもういきます。はい、これが多分最強なんで、施設2枚来たじゃいて、で、ここでいらないカードを全部割く。相手外してるしな。で、ここのボムターと、その、ボムターじゃ、ボンバーとランバー出していくことによって、また次こっちの攻めのサイクルがつける。よし。で、ここ防衛からなんだけど、ちょっと攻めておくと。相手メガナイト使ったしね。ここは、受けから入るとこですね。オッケー。オッケーオッケー、いいよいいよ。よしよしよし。ザッぶっちゃおう。はい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 。で、テステラとかよく来るけど、生き玉で OK。よしってな感じで、こんな感じで攻略してください。デッキ自体はそんなやっぱ悪くなかったですね。OK。あと、この、あの動画外で、ゴブジェのスタンプ取ってきます。ということで。皆さんもぜひね、ゴブジェイスタンプ使って頑張ってください。今回のスタンプ結構センスいいと思うので、以上、花小屋からお送りしました。おつめし、バイバイ。